バスグラフィック TV。 皆さんこんにちは。バスグラフィック TV レポーターの亀田理恵です。私は今神奈川県横浜市栄区に来ています。周りは閑静な住宅街となっていますが、2021年2月9日から3月5日までここで神奈川中央交通が中型自動運転バスの実証実験を行っています。今回は特別に報道関係者へ公開されたこの実証実験の様子をお伝えします。中型自動運転バスの実証実験は経済産業省、国土交通省から産業技術総合研究所が受託した事業で、2020年度は神奈川中央交通のほか各地で4つのバス事業者が選定されました。バスグラフィック TV でも昨年の9月に兵庫県の新規バスで行われた実証実験の様子を紹介しましたが、今回の神奈川中央交通での実証実験のポイントは何でしょうか？出発はここ桂山公園バス停からです。バス停近くにはスーパーやコンビニがあって賑やかです。それでは行ってきます。入り口にはこのように顔認証システムがあります。この顔認証システムの実証実験は、将来乗務員がいない自動運転バスでの運賃支払いを顔認証で行うことを目指し、ソフトバンク子会社のボードリーが参画しています。桂山公園バス停をスタートした中型自動運転バスは富士見通りを東へ走った後、環状4号線を南下してからまた東へ走り、ちょうどバス停で折り返します。そして途中から環状4号線と並行する別の道を南下し、上郷ネオポリスバス停で再び折り返し、出発地点へ戻ります。ルートの途中には狭い道や坂道、急カーブなどがあり、さまざまな検証が行われながら1工程約6キロを時速30キロ台で約40分かけて走ります。乗務員がこの赤いスイッチをひねると自動運転モードになります。ご覧ください、運転手さんがハンドルから手を離しています。アクセルとブレーキ操作も自動で、赤信号を検知すると自動で安全に止まります。バス停に近づくとうまく寄せて止める静着制御と呼ばれる技術も検証されます。今回の実証実験のポイントの一つが押しボタン信号機への対応です。押しボタン信号機のボタンが押されるとシステムが赤信号に変わる残り秒数を計算し、ゆっくりと減速して安全に停車します。狭い道のカーブでは対向車への注意喚起のサインが出されています。このように実証実験を行う道路にはシステムが車両の走行位置を検知するための磁気マーカーも埋め込まれています。一見すると通常の中型路線バスと同じですが、自動運転バスならではの装備がたくさんあります。これからそれを見ていきましょう。これは障害物の検知と車両との距離を測定するミリ波レーダーと呼ばれているものです。こちらも障害物の検知と車両との距離を測定するライダーと呼ばれる装備です。あ、屋根上にもありますね。
ライダーは前方、側方用のほか後方用もあります。屋根上には車両の走行位置を検知する全球測位衛星システム GNSS や信号機の検知などを行う LTE のアンテナを備えています。自動運転車両運行プラットフォームのディスパッチャーと座席に設けたセンサーのフィッチビーターを連携させ、ディスパッチャーで乗客の着席人数をリアルタイムに確認できるようにしていて、利用状況を詳しく把握して需要の検証に活用しています。これまでの自動運転バスの実証実験といいますと、車両の性能に合わせたコースを、その専用にですね、しつらえるというケースがほとんどだったかと思いますけれども、私どもはもう実装というところに、今回は考え方をですね、重点的に置いてございまして、今回、実証実験取り組みました横浜市栄区で実現したとなりますと、県内広いところでですね、水平展開できるものだと期待をしているところでございます。当然さまざまな結果が出てまいりますが、今後ですね、このあらかじめ想定したインフラ以外に必要なものは何なのか、もしくはそれは、ハードウェア的なものなのか、それともですね、住民の皆様にご協力いただかなければならないものなのか、また、法律等のですね、この辺の配慮が必要なのか、こういったところをですね、課題を整理して、次のステップアップにつなげていきたいと、そのように考えております。自動運転バスが完全に無人で営業運行できる日はまだまだ先とのことです。その日まではこれまで通り運転手さんの目と技と心意気が安全で快適なバスの運行を支えていくのだと思いました。